ありがとうございました。黒沢敏夫さん、時には娼婦のように。黒沢敏夫さんね、一時期本当に一世を風靡された俳優さんでしたね。私小学生の時にザ・ハングマンっていうドラマがありまして、そこで主役をされていて、本当にもうダンディでかっこいい俳優さんのナンバーワンでしたね。当時ですね、申し訳ありません。今でもね、たまに関西のローカルテレビ番組でお見かけするときはありますけど、本当にまだにダンディーな方ですよね。で、俳優がメインでずっと活動してらっしゃったと記憶はしてるんですけども、この時には娼婦のようにっていうね、亡くなられた中西玲先生の作品の中で、私一番ねエロティックな表現をされている
作品じゃないかなと思うんです。もう本当に今じゃね、発禁ですよねこれね、ダブとね。それでもね、このね、素敵と叫んでおくれ、大きな声を出しなよ、自分で乳房をつかむ、私に与えておくれっていうね、ここがとんでもなくエロティックなんですけど、なんかこうスッと入ってくるっていうか、さすがプロの作詞家の作品だなと思いますね。もうズバリね、そのものは言っていないんですよ。行為のこととか何一つ言ってないんですけど、この2秒の表現だけで、ね、この時には勝負のようにタイトル全て予約されてるところがすごいっていうのと、この黒沢俊夫さんのね、歌唱がね、また、まあ、私あえてちょっと一オクターブ上げて歌わせていただきました。キーが合わない。黒沢俊夫さんのね、セクシーなボイス、本当にエロティックなんですよね。ということで、皆様また次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。クリスマス。